まこなこです。さてさらに進んでいきましょうか。ある程度道が通れるようになったんで、そこから進んでいきましょう。いきなり回復。あ、違うわ、これは回復じゃない。ガンビットがボス戦用のままだった。うん、大丈夫かな。いくつか通れるルート出てるはずなんだけど、どのルートから行ったらいいかはわからないんでね。とりあえず倒しながら。ちょっと待って、まだシェルとかやってる？今敵か、やったの。大丈夫だよね。ここ通れるようになってるはず。おっと、消えたね。そしてで、このルートが正解なのかどうかわからないけど、バッシュがレベル25、結構レベル差、トップが32、バンも26、アーシュが一気に上がってるかのような。誰あげるか悩むけど、まあ、本来やれば物理的な能力、物理攻撃の能力を上げるんであればバッシュやってった方がね、無難だと思うけどね。盾役としても役に立つしで、HP 高いしで。多分 HP とかもレベルアップで上がってってると思うんで、こうであるならば、バッシュ上げた方がいいけど、このままアーシェ頑張ってもらいましょう。アーシェがレベル50ぐらいになったら切り替える。この辺りでいいかなとかも。白桃のアンバーってなんだ？大事なものは関係ない。お宝、格闘のアンバーというのが技か。違う、アイテムでもない。まあアイテムかもしれないけど、格闘のアンバーというものはない。並び替え、お任せ。武器でもない。何なの今の。気になるけど、いや、これだ。両手が素手の時に攻撃力がアップする。これ文句にくっつければいいんじゃない？文句、今バルフレアは文句の状態だけど。こっちが誰かいるね。うん、特段何かの会話があるわけでもなく。さて、もう一回セーブやっといて、こちら側から行きましょう。こういうのは早く言ってもらいたかったかな。うん、逃げらんなくなった。まずはガンビットボス専用に帰って、ちょっと待って、ちょっと待って、他小さいのも出てる。でそれに対して攻撃やってしまってるけど、これがいいのかどうか。いや、この間にライセンスとかできるんであれば、確か効果を長引かせるというものがあるはずなんだけど、それがどこにあるかわからない。どこだどこだ。これ有効ステータスの持続時間延長、これ全員覚えていきたい。バッシュ、バッシュもどっかにあるはず。すでに覚えてる可能性もあるけど、パッと見は見当たらんか。
うん、分からん分からん、ダメか。あとアーシェも同じような効果、覚えていたらこんな探してるのもねバカバカしいようなことになるけど、それらしいマークが見当たんない。これ覚えられないか。うん、諦めましょう。少なくともバンだけでも効果発動できたんであればそれだけでも十分。ここ召喚使うとでもあると思うけど、あとバッシュがスロー状態よくないね。とはいえ解除する手段がない。さて魔法、睡眠、誰か睡眠も解く魔法なんてないんだよね。石化中睡眠とかあれだ、万能薬でしょ。石化睡眠でも消す効果ないのか。これはいてないね。消せるかどうかがわからない。少なくとも石化に関しては、あ、そっか、エスナ使えばいいのか。石化のみになった。いや石化も溶けてる、そしてレベル上がってるね。バン何もやってないってことは全部終わったっぽいね。やるべきこと、あとここ宝箱、おっとアイテム、何か良い戦いに有効なものがあるかと思いきや全くそんなことはなかった。うんバンの方に来てんだけど、早く向こう終わってくれないと。でこっち側やってきてくれているなんか戦場のカメラマンみたいになってんだけど、全員映る位置にこういう風に移動っていうね。どうなんだろう、魔法ダーブ与えるダメージどれぐらいか。275、いや710がそうか。ならばガンビットこっち側切り替えて、ラーサーも攻撃系のガンビット。でもアクアだからな、あんまり攻撃系ではないように思うけど、ちょっとやってみましょう。280か。280であるならば、多分通常と変わらなかったはず。戦うに戻しましょうか。混乱かかってるね。エスナで解除、スローは多分エスナじゃ解けないのかな。使う気配がない。また睡眠、エスナ、これ技をいつ使うかの問題出てくるけど、おっとと行くか、ミストカート。さてバッシュの技、そっかそっか、まだアーシェは使えるような状況になってないか。どこまで削れるか。暗き波動よ。うん、バンもう一回いけたね。え、今押さなかった押したと思ったけどな、 Y ボタン。これならば、おっと何かしらやってきてるけど、これ毒とかじゃないかな。範囲攻撃と毒、さまざまな悪材料。沈黙に関しては山彦草やってるよね。いやその前に混乱状態だから山彦草とかじゃないんだ。あ、違う、こっち側じゃないんだよね。ついつい間違えちゃうな。話は大丈夫。これエスナ覚えてないの、想定外。ライセンス、アーシェ。エスナまで行けてないな、そもそも。白じゃないから、
レスナー覚えられるかどうかもわからない。となると、これは万能薬でいいでしょう。誰かエスナー使える人が出てこないと厳しいんだけど、スリップダメージでかなり食らってるのと、混乱解けないんだよね。今解けたかな。混乱解けた。バッシュが危ない。ハイポーション自ら使ってるんで何とか耐えてるけど、スリップダメージがきついな。いや、スリップダメージエスナで消せなかったっけか。消せた。オイルは消せてない。オイルはいいでしょ、もうしょうがない。なぜ耐えきれてない。ここ召喚ベリアス、うん、なんか一瞬止まるからどうしたのかと思ったけど、でこれで倒されないようにガンビット、これ味方一人自ら変えといて常に回復するかのような。ヒアルラだとちょっと MP が強いような気がする。なんでこっちが向いてんの ?1400。ベリアスの方向いてもらいたいんだけど、こっちが向いてしまってる。それでも耐えている。まあ、こういう戦い方するんであればやっぱりアーシュのレベル上げてくっていうのは悪くないよね。4回何そんな連続攻撃。ああ向こうにも回復やってんね。で回復なくなるのでガンビットで MP なくなるのでポーションに対応しましょう。んー、またか。これでダメになったらどういう扱いになるんだろう。全滅扱いになるのかな。混乱とか石化とかになったら。ん、混乱入ってる。ちょっと見えないな。混乱入ってるね。召喚戻るもできない。これどうなんの、この状態。これ機関で他のキャラ出てくるで大丈夫だよね。リーダー変更バン。素直に使うか。エーテル、さらにバンニーも使って、いやー辛い戦いだなこれ。混乱だけは防ぎたいので装備品を金のアミュレット外して、混乱耐性の武装、そんなものがなかった気かな。買ったような気するけど、うん、混乱耐性がない。耐えましょう、このまま。オイルとバンがスリップ、エスナ自動でやってくれてないのかな、それともケアルラやってるからエスナ間に合ってないのか。スリップは取れた。オイルはまあいいでしょう、このままで。
を優雅るうちにエーテル。アーシムガンビット再度直す。あれ昔こんなに戦闘中にいじくったかな、よくないんだけど。ファイヤーボールで一気に持ってかれた。ラーサーも回復系にするか、まあ、ほぼほぼなってるか。ケアルラでがっつりと MP 持ってかれるから、まあならばハイポーションとかうまく使った方がいいかもしれないけど。あともう一回ぐらいあの技、ちょっと待って、なんだろうな、アーシェがやたらと倒れるようになってるのは何の影響か。もう一回ぐらいはあの技が来ると考えて行動しないと。うん、塩ウルスホール、そういう技の名前だったのか。だがこれラストでしょ、ラストであってくれ。バンはオイルのみ、エスナでまずアーシェ、うん、なんじゃそりゃ、はあ、ならばバッシュ。エスナやっといた。アーシュが沈黙中だけど、ちょっと待って、バッシュが倒されてるけど。サイルナ、サイルナ、サイルナなかったっけか。やまびこそう、アーシュ、いやもう消えた後かもな。誰も回復してあげないの？レイズやってなかったっけか？あ、多分だけどバンは離れていたから影響を受けなかった可能性はあるよね。あとアーシュはあれか、多分だけどポーションのままだからヤルラに変えた方がいい。違う違う違う、これが間違ってたんだ。三つ目にやってなかった。できれば角の方行ってもらいたいんだよね、この敵。角の方に行ってくれないと、多分範囲でまたバンが食らってしまう恐れがある。打つ手が何もない。バンが今一回技使えるけど、所詮はそれまでなんで。うん、シェルとか今やってるんで、多少なりとも硬くなったでしょ。これでアーシもう一回ガンビット、ダークはやってなかったか、やっときましょう。ならばエーテル、今回の戦いだけでかなり勝ってしまったけど、大丈夫かこれ。あとあと、ラーサーが全然回復やってないんでね、これも 70% まで上げるか。またか。まあこれ最後でしょ。でこの後バンで技使って多少減らして、でそれででも削りきれないかな、一人だけじゃそんなに威力あるわけじゃないし。バンは食らってない。ここでなんでエスナやりに行かないかな。リジェネじゃないんだよ、エスナやってもらいたいんだけど。エスナ使ってなかったっけか。
レスナやってスローはまだかかったまま、これは仕方がない。ここでガンの技ミストナックレッドスパイラル倒しきれるかどうか。とっておきを見せてやる。なる！あー、あとわずか、あとわずか、早く誰かやって。なんか目の前にいるんだけど敵が。今回なんでこんな辛いんだろう。今回理由が分かんない。状態異常耐性の装備なさすぎるのがちょっと辛いような気がするけど、お金がないんでね、そもそもね。あれか、仕事受け負ってないからお金ないのか。ひょっとしたらその可能性あるね。あれでお金を手に入れて、で装備品買ってみたいな流れかもしれない。まあでも今回はあまりやらずで一気に進めていきたい。うん、一旦戻るか。戻るのはこっち側。まあでも勝ってよかった。結構強引だったけど。あとあれか、アイテム使えばよかったね、攻撃系の。セーブやっていきましょう。あ、そっかそっか、プロテスとかやってしまってる。通常用に切り替えて、この通常用も空の敵だよね。空の敵、あとはサイレナ。サイレナなかったっけか。サイレスはある。サイレナがない。レイズか、というかこれをレイズに変える。でこれをブラナあたり。エスナも、エスナなぜダメだ。あー、覚えてないのか。さっきなんか選べたように一瞬見えたけど。うん、これで行きましょう。もうあとは問題なくいけるでしょう。急に強い敵出てきたからどうしたものかと思ったけど。バンも HP もう2000まで上がってるので、かなり使い勝手が良くなってる。以前は一人だけ低かったからね、HP が。それで何度も倒されてたけど。こっち側。アイテム。剣。ここで、どっちかわかんないか。宝箱発見。なんか大量に飛んできてるけど大丈夫今。すごい回復勢い早かったね。これでまた右側に行ける。アーシがなんかケアルラレンタになってない？ああ、なるほどね。味方一人にやってるからか。うん、倒した。上と同じ場所に着くのか。上とは別の場所。
わらわら敵やってきたけど問題ないでしょ。ここでエスナやってくれないのはなんでだ。ガンビット、あ、そもそもエスナをくっつけてなかった。そりゃそうだよね、くっつけてなければやらないよね。これ HP 優先だから。で次エスナ、今ようやく MP たくさんあればもう初手エスナでそれ以外の回復系状態回復なくしてもいいけど、まだ消費 MP が高すぎるんで。いろんなものの後に最後にエスナやるよう。だがボス戦とかだとそれだとちょっと遅れる可能性あるんでね、大量に状態異常になった際に。倒した。ここで上とつながったね。で上の方が何か空間あるんで、部屋みたいなもの、そこ行きましょう。こっち側、悪魔の目玉。エーテル、エーテル、いいね。なくなったエーテル回収するかのように。エーテルは買えるのかな。結構買えないようなシリーズも多いからね、 FF シリーズは。これアーシェが回復しないのは、味方一人ケアル。敵がやってきた。地流の川、いかにも強そうな名前だけど、こうしてみるとラーサーが今1000ぐらいの HP なので、他がやっぱり上がりすぎてるような気がする。まあ、HP 優先で上げてってるってのもね、影響してるだろうけど。ここは結局何もないんだよね。こっち側、拠点ついたけど、これはワールドマップだと。さらにもう一個か、ここ行かないとシントにはたどり着かない。北東、南下すると峡谷の奥に向かう。アイテム売ってる人はいない。さて一旦ライセンス確認。どこ行けばいい。ここら辺の万能薬の知識も上げた方がいいのかな。いざとなったら万能薬で対応ってのが重要になりそうだけど。ダメージ与えて MP チャージ、ダメージが与えられないんでね、そもそもね。悲しいことに攻撃弱いから。アルフレア、これは一旦こっち側覚えましょう。プランもう少しでまた覚えられる。でそしてこっちが村正行った後にここ行って、この2つ目指しましょうか。針千本、あ、これこっち側だな。有効ステータスアップ、銭投げ、
ってから時間経過アップ、持続時間アーシも同じようなものが多分どこかにあると思うんだけど、これを全部の中から探すというのはなかなか大変だよね。この最初にこういうマークだけでも別に書いてあってもね悪くないと思うんだけど、そうそう、技覚えようと思ってたけど、あ、これあるな。うん、ここ次上行きましょう、技使えるように。アンネロ、アンネロは、ああプロテガとかの全体魔法も後々出てくるか。これも技を覚えて。おしまい。ではセーブしてさらに進みましょう。なんとかここ抜けたいね。手早く。またボスが出ないことを願って。うん、ラーサーレベルアップ28。混乱だね。ですが、ちょっと待って、混乱状態多すぎない？二人混乱から解けている。なんとか倒してもらいたいけど無理か。ラーサーもエスナとか使えないのかな。エスナは持ってない。とりあえずとっとと倒してもらって、戦闘終わると混乱解けるのかな。これは細かく分かんなかったけど、単純にいいタイミングで切れた可能性もある。北東なのでもうこのままこっち方面。経験200か。今となってはそこまで大きくないはずだけど、あっさり到着かな。これはどうなんだろう。どこかの侵略国家のせいでああいう難民が増えてるのさ。これ以上増やさないために友好を訴えて大戦を防ぐんです。父は必ず平和を選びます。必ず？大した自信だな。父親だろうが結局他人だろう。あんまり気にすんなよな。私一人が消えて済む問題ではありません。元老院はソリドール家の存在自体を憎んでいます。奴らを抑える口実が必要です。必要だと？そうか、必要か。そちの決まり文句だな。血を流す決断にけほどのためらいもない。ソリドールの剣に迷いは不要。その剣を鍛え上げたのは陛下ご自身です。復讐のつもりか？必要だと申し上げました。今やらねばもう一人の未来も奪われます。白い手の者に代わりその手を汚すか。すでに血に染まっております。
ならば最後まで私が。全てはソリドールのためにか。さて、イベントがあって、だがまだまだ道は続いてんね。それでもちょっと一本道的な流れになってるかのような感じなんで、進行ルート自体は楽なんだよね。ヘイスとか欲しいの、多分スローをなんとか消す手段はね、用意しておきたい。後ろが来てなかった。あとラーサーもまたガンビット変えないと。これも 50% ぐらいでいいでしょ。到着かな、目的の場所。買い物2箇所できるけど、ケハルダとかはいらないような気がするな。他も特段これといったものは。密漁はアイテム入手、ハイポーション、フェニックスのは、これ7個ぐらい欲しいけど、あとお金なんかすごく溜まってるね。いつの間にか。混乱無効欲しいけど、ちょっとどうするか。睡眠無効。沈黙無効も2つぐらい欲しいけど、1個だけ買っといて、装備はしなくていい。で、これも混乱無効も2つ買っておく。二つでも買ってもあれだよね。一人に対して一個しか装備できないから、あんまり買っても意味ないか。今度はこの人。何か買ってってあげましょう。武器、防具。ああ、でもなんか強そうな名前の武器が。しかもこれ攻撃力62とかだから、今自分の初期の装備と比べて段違いなんだけど、与えるダメージ。属性はない方がいいね。でも六角棒って言われても誰が装備できるのか。デビルスレイヤー、ちょっとなんかそれらしい名前のライセンス取れないか。あー、これ村正か。村サメが、村サメここにある。だが属性ある武器って好きじゃないんだよね。これ虎鉄使えるからとりあえず取っときましょうか。あっと、これもいいね。これ難しいな。でも村正の方向後で行くとして、一個ぐらいは強いの買っておきたい。で、そうなるならば、剣でエビルスレイヤーが一番無難のような気がする。うん。第一のロッド。装備できる。攻撃力も上がる。これは、
氷の杖25、大地のロット29、大地のロット行きましょう。まあでも属性土だから、あまりいいとは思わない。ようやく武器を変えるようになってきた。うん。これ、ガンビット戦いやらせましょうか。ポイゾナをやめて、いや違うな、もう普通に攻撃こっちが変えた方がいいか、戦うに。ずっと盗み続ける可能性があるから。これでいいでしょう。どんなダメージになるか、興味深いけど。では行きましょう。難民たくさんいるね。で、これはどこ行けばいい？マップ売ってる人が即座に見つかればいいけど、見つからないか？避難民。通れない。イベントあるかと思いきや何もなかったね。これなんだ？関係ないか？どこまで行けばいいか。このなんか一人の人が演説みたいなことやってるのがところどころにあるけど、あれなんだろう。アイテムがあるようには見えない。うん。イベントがあるかと思ってね、黙り込んじゃうけど、特にないね。これは長老か。総長陛下、アーシェ殿下の王位継承は。おっとそいつは諦めてもらえませんかね。いいよ、皇帝候補殿、呼び出されてやったぞ。彼に会わせたかったんですよ。この人、これでもロザリア帝国を治めるマルガラス家の方なんです。山ほどいるうちの一人ですがね、私だけじゃ戦争を止められないんで、ラーサーに協力を仰いだってわけで。アルシド・マルガラスと申します。アーシェ殿下におかれましてはご機嫌麗しゅう。ダルマスカの砂漠には美しい花が咲くものですな。
ルケイディアにはラーサ、ロザリアにはアルシド、彼らは戦の夢を見ておらぬ。両帝国が手を取り合えば新しいイバリースが開かれよう。はあ、それこそ夢物語ですな。現実には戦争が起こりかけてる。私を招いたのも大戦を防ぐためと聞いておりましたが、私が王位を継いでダルマスカ王国の復活を宣言し、帝国との友好を訴えて解放軍を思いとどまらせると。なのに今になって諦めろとは。姫のお言葉があれば解放軍は動けず、我がロザリアも宣戦布告の大義名分を失う。そういう狙いでしたがね、流れが変わっちまいまして、2年前お亡くなり遊ばされたはずのあなたが実は生きていたなんて話が出ると、かえって事態が悪化する状況でしてね。私に力がないからですか？いやいや、あなたのせいじゃありませんよ。ではなぜアーシェさんから友好の呼びかけがあれば、僕が皇帝陛下を説得します。陛下が平和的解決を決断すれば。ウラミス皇帝は亡くなった。暗殺されたんだ。父上が。なぜ我々が皇帝を手にかけねばならぬ。おのれ、たばかったな。このままでは済まさんぞ。元老院の犯行ですと。首謀者はグレゴルス議長。陛下に毒を漏らせたと認め、潔く自決した。元老院議員の大半が共犯者だ。よって直ちに議会権限を停止、私が臨時独裁官として事態の収拾に当たる。たわごとを。私が真の反逆者を見抜けんと思うか。言葉が過ぎるぞ、ドレス。ザルガバース、ケーマでもが茶番を演じるのか。ロザリアの侵略が迫る今は、ベイン殿の力が必要だ。ソリドール家も私とラーサーを残すのみとなった。まさかラーサー様をも。ベイン・ソリドール、法の番人たるジャッジマスターとして貴殿を拘禁させていただく。ベイン閣下を独裁官に指名したのは法を司る公安総局だ。わかるか、ドレイス。閣下に剣を向けた瞬間、お前は法に背いた。貴様も茶番の共演か。この力は。はザルガバース、アレキサンダーを与える。ベルガを伴ってラーサーを連れ戻せ。はっ。閣下、ラーサー殿の保護は私が。私を監視しなくていいのか。あれこれと探りを入れてグラミス陛下に報告していたそうだが。それは。K は陛下の犬だった。今さら飼い主を変えるつもりなら、そうだな。ジャッジマスターの職務を全うしてみせろ。法に背いた者を裁け。閣下、それはあまりに。構わん、やれ。
生き延びてラーサ様を守って。すまん。頼む。全てはソリドールのために。仮に姫が平和的解決を訴えたとしましょう。グラミス皇帝なら戦争回避を優先したでしょうが、相手はベインソリドール。姿を現した姫を偽物だとか断定して解放軍を挑発するんじゃないですかね。ベインは戦争を望んでいる。都合の悪いことにあいつは軍事的天才だ。私も夢に告げられた。そなたが姿を現せば戦乱を招き、ベインが歴史に名を残す。帝国軍は全軍挙げて海戦準備を進めてましてね、うちの情報ではベイン直属の西方総軍が臨戦態勢に移行し、新設の第十二艦隊が進発、それと本国の第一艦隊も戦艦オーディーンの改装終了を待つばかりでもって、ケルオン派遣軍の第二艦隊が第8艦隊の穴埋めに駆り出されますな。つまりどえらい大軍だ。そして切り札は浜関。大僧正警官、王位継承の件はしばし忘れます。力を持たない私が女王となっても何も守れません。より大きな力を身につけてから。改めてそなたが夢見るのは浜関の力か。浜関以上の力です。力を持って力に挑むか。まこと姫の子らしい言葉よ。私は覇王の末裔です。ならばレイスウォールが残したもう一つの力を求めなさい。そんなものがあるのですか。ハラミナ大峡谷を越え、ミリアム遺跡を訪ねなさい。レイスウォールが当時の大僧正に委ねた力が眠っておる。浜関を立つ覇王の剣。己が覇業を支えた浜関を砕く力を。なぜ子孫ではなく他者に託したのか。剣を手にして悟らなければ王国最高の夢は夢のままよ。私の夢もやがて覚めるか。というわけで、なんか一気に物語が進んだかのような状況になってるけど、そしてまた三人パーティーになってしまった。なんかうさんくさい男が奥へと退席した。この女性の方も気になるけど会話できないね。FF15 にもなんか出てきそうないでたちだったけどね、今の男の人。ということで、こっち側よりかはこっち側の方がいいか。ワールドマップ。渓谷抜けて南ミリアム遺跡書いてあるね。米座線になっている。
アイテムとかお金は1500。うん、ライセンス絡みも今はできることがないので。なるほどね。なんとなくストーリー見えてきたのと、あの女性の騎士も出てきてあっさりいなくなったね。もし最初から兜外していたならば、キャラクターとかに愛着ね、敵の方もあったんだけど、全くそういうのがなかったから、突然出てきて突然倒された的なね、イメージしかない。まあ、FF タクティクスにそこら辺なんか描かれていた可能性とかもね、あるかもしれないんで、なんとも言えないけど。これは？あ、これチョコボか。地図屋かと思った。借りない。お金がない。うん、じゃあ今回はセーブ。あ、これ地図屋じゃない？お金がないね、3200も。ずいぶんぼったくってくるね。というわけで、今回はこれで終えて、次回は大聖堂を目指しましょうか。また続きがありましたら、次回ご覧いただけたら幸いです。ではでは。